もちろんですからもうエリアによっては埋まってしまっているので、はい、入れないっていうのがあるので、はい、フランチャイズチャンネル、はい、今日はトータルリペアの神谷社長に来ていただきまして、はい、前回4、5回ですかね、のシリーズで出ていただきまして、はい、そこでちょっと質問が来たんで、はい、お答えいただきたいんですけど、はい、トータルリペアってまだ加盟できるエリアがあるんですかという、はいはいはい、僕がいた頃にも結構もう埋まってくみたいな感じだったんで、そこからどんどん加盟が増えてって今どうなってるのかって、はい、そこちょっとご説明いただきたいです。まずエリアはですね、大体人口の目安でいうと10万人あたりに1社というふうになってるんですよ。10万人に1社、はい、1社、はい、今の全人口で言えば1000とか1200とかいうのは、はいはい、まあ、理屈的にはできるかなと、うんうん、はい、いうまず今そういう感じなんですね、はい、もちろんですからもうエリアによっては埋まってしまっているので、はい、入れないっていうのがあるので、はい、誰でもお金でもじゃあ来たからはいどうぞできますとはもちろん言えないので、そのあたりはまあどちらにしても一回お問い合わせいただいて、まずエリア空いてますかとも聞いていただくしかちょっとないんですけど、はい、種目としては複数の種目を組み合わせてね、はいはい、できるので、まあ、もう正直全く入れないっていうようなエリアもあれば、この種目だったらまだ入れますよっていうのもあったりすると、うん、それはでもホイールだけとかでも成り立つんですか、はい、成り立ちますね。内装はできないけどホイールだけだ。そうですね、もちろん中長期的に考えますとね、はい、まあ、同業他社は出てくるものだと私たちは当然想定はしているので、うん、中長期的には複数の種目を組み合わせてできるというのがやはりトータルリペアの強みなので、できれば2種目とか3種目っていうところでスタートしていただくのがオーナーさんにとっては間違いなくいいんですが、はい、まあ、今言ったようにエリアの埋まり状況であったり、当然こうご予算の兼ね合いからすると最初からね複数でスタートできない方もいるので、なるほど、そうするとまあ1種から始められる方もいらっしゃいます。加盟する側からして、どうなんですか、どのくらい空いてるんですか。例えば首都圏とか関西圏とか愛知県とかそういうその中部圏とか、はい、そういう都市部が埋まってるんですか、田舎が空いてるんですか。どちらかというと田舎の方が埋まりますね。田舎の方が埋まる、それはさっき言ったような人口で割り振ってるから、はい、そうですね。で、うん、そのエリア制というのを、まあ、今言ったように10万人あたりに1社なんですけど、単純にそのピザのワンピースのように、はい、あなたここの10万人ですっていうふうに細かく分けてるわけではなくて、あ、そうなんですか。例えばじゃあ30万人都市圏があったとしたら、はい、じゃあそこを3人で共有しましょう、こんな感じなんですよね。あー、なるほど。30万を3、あ、それじゃあその3人の中では競争みたいな、まあ競争するほどなんか取り合うことにはならないんですけど、あ、そこそこ、まあ、そこをこうシェアするっていう感じですね。結局のところ毎月お仕事いただける先を3カ所とか4カ所とか作っていくようなお仕事なので、うん、取り合うっていう風にならないんですよね、基本的に。まあそうですよね。まあ昔もそんな感じでしたよね、はい、うん、本当に3つ4つの中古屋さんがあればね、そうですね、やれるという規模なんですよ、うん、ガツガツした人がいればやるんでしょ。でも少ないですけど、やはりね100万度でとどまらず、やっぱり150万、200万、もっとそれ以上ってやる方も中にはいる。中にはいるけど、すごい少ないんですよ。はい、そうですね、これはもう本当に生活できればっていうことじゃないんですけど、まあ、生活できて少し幸せ気分を味わえるぐらいのちょっと小遣いがあるぐらいで泊まる人が多いでしょ。そうですね、よく言うんですけど、地味な仕事なので、はい、派手にいっぱいやりたいと思っている方がそんなに多くない、ね、それよりは、まあ、サラリーマン時代よりは収入的に少し良くなって、時間がこう自由が利くっていうね、まあ、ここが魅力の一つではないかなと。武田塾は今そのエリアの調整に非常に苦労してましてね、はいはいはい、まあ、もうなくなってきてるもんですから、うん、そこまでではないんです。そうですね、ただやっぱり中にはご希望されてる種目ができないとか、やりたい地域が埋まってしまって、まあ、やむなく断念されたり、お隣に移って始めたりっていうケースは出てきてはいるので、なるほど、まあ、そのあたりはいずれにしても一回問い合わせてもらえれば、問い合わせてもらえばすぐ分かるってことですね。そうですね、はい、分かりました。あと何か言い残したことは大丈夫ですか。大丈夫です。はい、はい、フランチャイズ相談所では皆さんのコメント相談をお待ちしてます。ね、意外と再生回数が少ないんですけれども、結構
なんかいろんな問い合わせいただきますよね。なんですけど、こっそりみんな問い合わせをしてくれるんですけど、あのコメント欄が寂しいんで、ぜひぜひあのいろんなコメントとか、まあね、あのこっそりいろいろね相談したいこともあると思うんで、それはね、あのメールもあるんで、いろいろあのご連絡お待ちしてます。チャンネル登録もお願いします。